おしゃれな街を調査してみた。この日、隅川ディレクターは久田の北にあるスミニャックへ。なんかあれですね、この辺はおしゃれなお店が多いよ。スミニャックはレギャン通りを中心に洋服店や雑貨店が密集。島の中で最も洗練されたエリアとなっている。オリジナルアイテムが充実しているお店サマーバンには、バッグです。かわいい、ちょっとアジアな感じの。島の伝統的な柄を明るい蛍光色で仕上げた最近バリで人気のバッグ。かわいい。値段も手頃とあってお土産として買っていく人も多いという。これ1800円なんだよ。こちらのお店で1万円未満で全身コーディネートしてみた。いいね。どうでしょうか。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。1万円未満で全身コーディネートしてみた。できちゃう。どうでしょうか。バリコーディネート。緑のワンピースにバッグとアクセサリー、サンダルを合わせてトータル7700円。一気にバリ気分に。バリ島は買い物天国だった。こういうので今までで一番いい。その後、隅川ディレクターが北から車でおよそ2時間、バリ島の中でも最も伝統的な街ウブドへ。もう街の景観がすごい。ちょっとお寺がいっぱいあったりとか。なんかすごいバリっぽい。標高600m の山あいの町ウブド。かつての王宮や寺院など昔ながらのバリの面影が色濃く残る。わあ、これ見てみたい。昔からある建物を保存するだけでなく、チェーン店や銀行といった比較的新しい施設も景観を統一。雑貨店なども多く一年中観光客でにぎわう。そんなウブドの生活を調査するため、この町でホームステイをすることに。お世話になるのはバリの典型的な作りのこちらのお宅。お、あー、いらっしゃいました。スラマシアン、スラマシアン、ご家族です。お母さん、すごい広くないですか。うちはお客さんにホームステイをしてもらうための家なんです。これはホームステイと呼ばれる宿泊施設で、家の一部を客室にした民宿のようなもの。何にしても広いな。ホテルとは違った家庭的な雰囲気ともてなしが人気で、料金もとても良心的。いや、綺麗、安い。ウブドにはこのようなホームステイが多く、街のあちらこちらに看板が出ている。ホームステイ多いんだ。今回お世話になるユリアッティハウスはグスティさん一家のお父さんとお母さんが経営。週末になると娘さん家族が手伝いに来る。お母さんが市場に行くというのでついて行ってみた。おお、あ、食料品も売ってました。食料品の買い物はこのような市場の商店で済ますことが多いという。と、何やら黄色いパッケージの商品を見せてもらうと。お、
まさこは味の素が1989年に発売した調味料。今や風味調味料のシェアおよそ 60% を占め、家庭の味として定着。商品名はインドネシア語で料理するという意味のマサックを日本の名前風にアレンジしたもの。何に入れても美味しくなるわ。他に液体調味料のサオリもあり、こちらはソースとオリエンタルを合成した言葉が商品名。なるほど。マサコとサオリ。家に帰って食事作りを見せてもらった。まずはインドネシア風の納豆を炒めるテンペイマニスという料理。味付けはインドネシアでは定番の甘いソースにサオリを少々、サオリ投入。シーフード風味のサオリを入れることで味に深みが、うん、続いて野菜とキノコの炒め物にはまずはサオリ沸騰枠が軽いね結構。インドネシアの醤油を少々入れてマサコを少々、チキン風味のマサコを入れることで味にうまみをプラス。あ、うまそううまそう。さらにバリの伝統的な豚肉スープには香味野菜に砂糖、そしてマサコをたっぷり。たかマサコ、あ、多め、マサコ多め。いや、よく混ぜてから火にかけ、香草と小エビを入れて1時間ほど煮込むと、豚肉にしっかりとうまみが染み込んだバリの名物料理が完成。絶対うまいね。インドネシアの台所ではマサコとサオリが大活躍していた。その後長女のユリアッティさんと食事をいただくことに。インドネシアの主食はお米、そこに数種類のおかずを盛り付けるナシチャンプルのようなスタイルの料理が家庭でも定番。さあいただきましょう。お手だ。インドネシアでは料理によって手で食べることも多い。あ、手で食うんだね。豚肉慣れないと結構難しい。うん、あ、これは美味しいわ。うん、相当豚のいい出汁が出てます。ここで気になることを聞いてみた。他の皆さんはご飯食べないんですか？あ、ほんまやな。バリでは家族揃ってご飯を食べる習慣はあまりありません。食べたい時にそれぞれ食べます。昔はバリ島はほとんどの家が農家。農家では農作業の合間に手の空いた人から食べる習慣があり、それが今も残っているという。バリ島では家族揃ってご飯を食べる習慣はあまりなかった。ジャカルタ断食中の街を調査してみた。インドネシアには数多くの宗教があるが、国民の9割近くがイスラム教徒。庄司ディレクターが訪れた時はラマダンの時期。ラマダンとは1年に一度訪れる断食をする期間。日が昇る1時間半前から日没まで飲食をしない日が30日間ほど続く。30日、夜はよ。そんな断食中の街を調査してみた。どうも、こんにちは。今宗教はイスラム教？そうです、ムスリム。やっぱちょっと今元気ない感じなの。やっぱ食べてないですか？食べていません。顔に出てますね。
今お腹減りました？とっても。あ、そうです。断食中は体力の消耗を避けるために昼寝をする人も多いという。すると食べてる。イスラム教の方ですか？そうですよ。え、断食しないんですか？仕事が大変だからね。え、そうなの？断食の期間中に飲食をした人はモスクに行き、米か現金を寄付する習慣。ちなみに生理中の女性や妊婦、子供や病人などは断食はしなくてもいいという。また厳格なイスラム教徒は恋愛にも制限があるが、インドネシアでは比較的自由に行われることも多いという。同じイスラム教でもそれぞれ違いがあるようだった。さらにラマダン中の家庭を調査してみた。うわ、この辺り本当すごい生活感ある。洗濯物そのまま干してますね。ここはジャカルタの中心地から車で30分ほど離れたイスラム教徒が多く住む地域。元気いいね。子供たちいっぱい遊んでるんですけど。こちらがお世話になるダダンさんのお宅。ダダンさん一家はイスラム教徒。お父さんの仕事は溶接工で年収30万円。日が沈むと14時間ぶりの食事。ご飯や焼き魚などが並んだが、これ何食べてるんですか？まずプサンっていうデザートだよ。デザート？スープじゃないの？プサンとはココナッツミルクがベースのバナナやヤシの実が入っている甘いデザート。10時間以上何も食べていないので、胃に優しい甘いものから食べるんだよ。断食中の夕食は甘いデザートから食べていた。食後は早めの就寝。深夜2時30分。なんか騒がしい、騒がしいんですけど。え、どうしたどうした？怖い怖い怖い。これ何これ？どうした？どうしてんの？今の何ですか？あれ、あれはみんなを起こしてるんだよ。なんで？実はこの音、食事を知らせるための合図。子供たちが太鼓を叩き街を練り歩く。日が出ちゃうぞと。日が昇り断食が始まる直前に食事。次に食べられるのは10時間以上後になるため、しっかり食べる。ラマダンの夜の太鼓は大事な食事の合図だった。翌日はラマダンの最終日。街の中を調査してみると、あれ、あの人たち何ですかね？何ですか？ラマダンが終わりに近づくと道端に多くの人が出現。売ってるんですかね？ここでセカホンクイズ。ラマダンが終わりに近づくと現れる路上に並ぶ人々がしていることとは一体何？さあ早押しでお答えください。全部あ、ふくちゃん、これってなんで押さえんの？いや、質問やね、まずね。まず質問ね。これって、動いてないんですか？この人たちはこの場に。あ、確かに。どうやろ、いいですか、ヒントを出しましょうか。この人たちの元に人が来ます。寄ってくるんだね。この後福君対したら早押しバトル勃発。ラマダンが終わる頃に現れる路上に並ぶ人々がしていることとは。
この人たちに何かをしてもらうんですね。この人たち、大ヒント、大ヒント、インドネシアにも日本のお正月によく似た子供たちにとって嬉しい習慣があります。もう来た、はい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 、お年玉もらえる。だからどうするの、お年玉だから。あくたっての子供たちじゃないですよね、うん、ということはお年玉もらう時のこのパッと渡された時に中見たら入ってるでしょ。どの状態やったら嬉しい？折れてたら。答えですよ。状態？あちこち回ってきたお札はなんか嫌やなと思いません？もう言っちゃった。はい、ということは、はい、アイリちゃん、はい、どういうこと？どうぞ。メッセージの気持ちが書いてある。俺答え言うて、俺答え言うて。分かった分かった。入りだ、入りダメ。福君、どっちだ、どっちだ。福君大人げないですよ。はい、お札、泥がついている。違います。福君、お札とビスケットくれる？違う。